はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。4月は20日は土曜日でございまして、これは18日ですね。18は木曜日に出た記事でして、シンシアリーさんのブログでございます。韓国メディア、日本と米国が対等な同盟になった日、私たちは長ネギの価格をめぐって争っていたと。多分ムンチャブはユン・ソンニョルさんがですね、選挙中にですね、市場を見て歩いた時にですね、長ネギが一束ですね、日本円で500円未満だったんですね。で、それを見てですね、あ、これちょうどいいぐらいねとこうユンさんが言うたんですよ。で、それはものすごく特売品であって、いつもの3分の1ぐらいの値段だったんですね。で、そこで野党が一斉にですね、お前分かってへーんってかめついてですね、頭に長ネギをかぶりながら演説してた野党党首もいましたね。アホかと思うんですけど、今ね、韓国ってね、野菜の値段が高いんですよ。なんか知らんけどですね、玉ねぎとか人参とか1個200円とかするんですよ。いや、そんな知らんやと思うんですけど、キャベツも高いらしいですね。なんで高くなってるのか今ようわからんのですけども、で、そんな折々ね、ユンさんがですね、長ネギ一束100円って見てですね、100円って96円かなんか知りませんけども、で、それがいい、あ、まあそ、こんなもんやろうとか言うたのをですね、もう虎の、としては鬼の首を取ったように大騒ぎをしていたということをちょっと揶揄してるんですね。ちょうどその時に、キッシャンはですね、アメリカの上下両院総会かで演説をして拍手喝采を浴びていたということです。なんやねんって話ですね。日米首脳会談関連の話も収まる頃かなと思っていましたが、今日日米が対等な関係、大では義兄弟になった時、私たちは長ネギの価格をめぐって、喧嘩していたという記事があります。基本的にアジア太平洋関連の話です。韓国経済とメディアです、の論説委員が書いた記事ですが、内容より大のインパクトが良かったので取り上げてみます。ユン大統領が長ネギの価格を間違えたことが総選挙前からずっと話題になっています。個人ブログなどを見てみると、長ネギ一束の価格本当は300円以上するそうです。それを約100円だと答えたとのことでして、総選挙でも投票所付近で長ネギの写真を撮ったり、投票所に持ち込むという人も多く、投票所に長ネギ持ち込みはできません、政治的な理由などですというポスターが選挙管理委員会公式で登場するなど、結構な騒ぎになりました。システム的な側面からアプローチする立場の人たちが、この場合は大統領が物価関連でそこまで品目ごとの価格をチェックして暗記しているのかなというのもありますが、本件はどんどん大きくなり、今回の選挙結果にも少なからず影響を及ぼしたと言われています。うにゃうにゃと言い換わりますけども、旗から見てるとね、アホかと思うんですよね。岸さんがですね、長ネギの束を見に行ってですね、50円とか書いてあったらですね、まあこんなもんやろとかって言うたところでですね、まあ一瞬話題にはなるかもわかりませんが、それをですね、野党の党首がですね、長ネギを頭にかぶってですね、ガンガン攻め立てるっていうのは、ちょっと日本ではやらんでしょう。まあね、そんな総理大臣はそんなもんやろと思いますよね。で、総理大臣が自分でスーパーへ行って野菜買うなんてことはありえないわけであって、そんな暇があったらもっとね、国民のことを考えて仕事せえっていう話になるわけでしょ。だからですね、大人の選挙ってね、本当にね、理解できない出来事が起こるんですよね。で、まあ、いろいろ考えて後から理解しようと努めるんですけどもですね、まあ、なんて言いますか、お隣さん自体がですね、庶民が政治に関心がありすぎて、それをこの、なんて言いますかね、低俗なレベルでこう議論しようとする、こう、アホな政治家たちがですね、その、庶民の無視というか、その、なんというか、こう、エモーショナルなところをですね、ガンガン刺激しながらですね、やるんでですね、いつまでたってもレベルが上がらないわけなんですね。
で、その長ネギを頭にかぶって演説するとかね、そんなことをやったらね、当然日本だとあいつ知性がないなとなんてやっちゃって批判があるわけでしょ。知能が疑われるわけですよね。そういう論調は多分ないんでしょうね、お隣さんは。そういうことをしても当然のことかというふうに言われてしまうのかもしれませんけどもですね。まあですね、話には出ると思いますよ。岸田さんは何も分かっていないって、庶民感覚が一切分からないとかって、こう昔々上田さんがですね、日銀総裁の上田さんがですね、なんか庶民感覚が分からないみたいなことが一瞬ありましたね。でもあんなも一瞬で終わりましたよね。物の値段が分かっていないんちゃうかというみたいな話がありましたけど、そんな偉い人がね、スーパーの物の値段の感覚がね、分かるっていうのは仕事ちゃうやんと僕は思いますけどね。台湾のね、総統はね、昔言いましたよね。何やったかな、もう出てこない。日本が大好きな。あの人はいつもね、豚肉の価格を気にしてたそうです。豚肉が今 100g いくらか、みたいな感覚ですね。豚肉っていうのは中華料理の主食なんですね。だからそれが高い、安いはですね、庶民生活に密接に関わるわけです。日本のね、総理大臣が昔は米の価格を気にしてたんですよ。僕の子供の頃は米の価格っていうのは統制価格であって政府が決めていたんですね。まあ、それはね、大事なことだと思うんですけども、今の韓国でですね、長ネギの価格なんてどうでもいいっちゃどうでもいいやと。それは高いより安い方がいいけども、って安きゃ百姓が困るわけですよね。でもそこをですね、知る必要はないと思うんですよね。それをやらかしたユンさんもですね、ちょっと軽率ですけどもですね、それをですね、鬼の首を取ったようにですね、ギャンギャン言うてですね、しかもそれが庶民がですね、それで票を動かされたと。庶民が気が変わって、こう、投票行動に影響されたってのは、どんな国民やねんと思ってしまいますよね。いやー、だからつくづくね、こう、違いを感じます。違いを感じて、よう、理解できないところがですね、多々あるのが、お隣さんですね。だからいつも申し上げるんですけど、なんていうか尊敬できるところがいっぱいあるわけではないわけなんですよ。こう不思議な、理解できないようなことがいっぱいあってですね、それは日本ではとても尊敬されないような行為であったりするということ、場面があまりにも多いのが理解、愉快なお隣さんで、それでいてですね、本当にないことをですね、息を吐くようにおっしゃったりするわけであって、約束を守らなかったりするわけであってですね、そういう厄介なお隣さん、とはですね、まあ、濃厚にお付き合いをするとですね、戸惑うことを、困ったことをですね、あるいは取り返しのつかないぐらいのですね、変なことになる可能性が高いといつも私は思っています。だからできるだけ淡白にですね、お付き合いをするという関係が一番いいのではないかなと。まあ、こんだけ近いですからね、その、全く交わらないというわけにはいきませんけどもですね、日本は大陸と関わってですね、今までいいことは何も、一回も何も なかったです。中長期的にもいいことは何もなかったというふうに言えますんでですね、まあ、なるべく関わらないと。まあ、最低限のお付き合いというのがいいかなというのを、こういう話をですね、仕入れるたびに思いますね。ああ、しょうもないことをやってんな、この人らはと。で、あまりにも低次元なですね、こう、低次元なこう現象からですね、投票行動が変わったりするわけでもね、信じられへんわと思います。はい。ということで、このシンシャリーさんのですね、ブログのアドレスをですね、一応貼っておきます。皆さんどうもありがとうございました。